いやー、久しぶりのトミカ買ってきました。SRT Viper GTS。なんと、初回限定カラーをゲットすることができました。Viper です。来ましたねー、Viper。かっこいいよね、Viper。うわー、黒塗りや、黒塗り。SRT Viper だからもう SRT から出ているものですね。ダッチ Viper だっけ？最初の。あれの名義ではない。なんか、バイパーってすごく RX7 に似てて、私7がすごい一番好きなんで、すごい好みの車ですね。フォルムが、流線形っていうか、この、なんだろうね、丸みを帯びてる感じがすごくいい。まあちょっとバックのね、テールライトとかが残念かなっていう気はするんだけど、かっこいいよな、バイパー。最大出力、640馬力。640馬力ですよ。パネーな、やっぱ、半端ねえ。ニュルンベルク北コースでの記録を更新したと、アメリカンルマンシリーズ2012年シーズンに、2大体制で参戦と。SRT バイパー GTS だからレーシング仕様なんですよね。その辺走ってるバイパーとは多分違うっていうことなんだよね。トルクが813。車体が黒で中も黒だからすごく見づらいんだけど、一応ね、中も作り込んではあります。もう映んないですね。難しい。こちらの方が、まあ、初回限定カラーのブラックになるんですが、初回限定じゃないものは、やっぱバイパーといえば赤のイメージが私もあるんですけど、赤ですね。赤がありました。はい。そんなわけで、トミカ SRT バイパー GTS 買ってまいりましたという動画でした。バイバーイ。